ヘッドとワイヤーとブレードのルアーなんだけど、やっぱりやる気のある魚にさらにスイッチを入れる。一番重要なのはちゃんとアプローチするってことですよ。しっかり入れてちゃんと自分のレンジで巻き込むっていう、まあ、それによって一撃で食う。よし食ったよ。やっぱりスピナーベイト自体の力、手返し、障害物へのタイトなアプローチ、スピナーベイトフィッシャーマンっていうワードがあったっていいぐらい、結構ヘッド近くまでバホって入ってるんで、これはもう色はあって、いつも分かんなくなった時、まあ、スピナーベイトをとにかくガンガン投げ倒しちゃって、どんどん流しちゃって、で、あ、釣れた。俺の中ではこのルアーがなくてはバスフィッシングは成立しない。腎臓庫での、使い方を説明するために、まあややステイン気味の水質です ね。やる気があれば一番先端側で食っちゃうんだけど、この奥の付け根側にいる魚はあんまりね、スピナーベイトの魚じゃない。一番簡単なこの辺の先端からビョって出てきちゃうのがスピナーベイトゲーム。だたくさん釣れるわけじゃないんですけれども、この一投で決まる釣りって潔いと思います。一撃、これがスピナーベイトの力ですよ。